サラシェフズテーブル。この番組はグルメサイト一皿の編集長と編集部がプロとして料理をこよなく愛する人々ディッシュアーティストをゲストとしてお迎えし、毎回テーマに沿った思い出や料理に対する思い、アイディア、また食のネクストトレンドを語り合うスマホで有線だけで聞ける番組です。一皿編集部、松田舞子です。同じく熊本薫です。そして一皿の小西編集長です。一皿編集長の小西克弘です。よろしくお願いします。24回目となりました。この番組、前回は食材とお店フレンチへの熱い思いを岸本直人シェフに語っていただきました。はい、食材に今生産者の実直さというものが現れて、だからこんなにうまいんだに出会うっていうシェフの熱い思いにちょっと惚れ惚れしながら聞いていました、はい、そうでしたね。本当にあの真摯に向き合う姿勢が素晴らしくかっこいいなと思いました、はい、今回のゲストシェフも前回に引き続き岸本さんにお越しいただいております。引き続きどうぞよろしくお願いします。一皿シェフズテーブル。ここからは私、一皿編集長の小西克弘が話題のシェフをお招きしてお話をお伺いするメインコーナー、料理を彩る人々をお送りいたします。今回も前回に引き続きまして、ランベリーの岸本シェフにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回は、まあ、京都の、出されたお店の話やランベリーの話を聞かせていただいたんですけれども、今回ちょっとその岸本さんが、まあ、料理人を目指された幼少期のあたりの話とか、ムッシュとの出会いの話とか、その辺をお聞かせ願いたいと思っております。はい、まあ、それこそ本当3代続く江戸っ子のチャキチャキの岸本さんなんですけれども、お生まれは どのあたりだったんですか。生まれは、渋谷区で、ね、渋谷で生まれて千駄ヶ谷で生まれたんですね、はい、でどういうお子さんだったんですか。どうなんだろう、まあ、甘えん坊だったと思いますよ多分。何人兄弟ですか。あ、兄貴がいて2人兄弟ですね、うん、男の子2人で、はいはい、うん、でまあ何でしょうね、うん、ある程度、うん、甘やかされた部分もあったんじゃないですか。なんかやりたい放題っていうのがそのまま大人になっちゃったなっていう気はします。なるほど、はい、うん、まあ弟さんだから甘やかされた部分もあったと。小さい頃から料理好きだったんですか。あの小学校3年ぐらいに、うん、なんか自分で麻婆豆腐、あの桃屋の麻婆豆腐、豆腐切って、うん、片栗粉で濃度つけてっていうのはやってた記憶がありますね、うん、あと餃子焼いたりとか、はい、それはあれですか、その親から作れって言われたわけじゃなくて積極的に、はい、あの親はやっぱり共稼ぎで家にいなかったので、うん、まあ、兄貴のご飯も作るというか、うん、まあお金をこうもらうじゃないですか、うん、今日はこれで食べなさい、うん、でご飯は炊いてあるんですね、うん、でこれをまともに買っちゃったり、うん、まあ、例えば外食したりしたら、うん、なくなっちゃうわけなんですよ。そうすると自分のあの駄菓子とか買う金がないわけですよ。なるほど、だから工夫して知恵を使って、はい、豆腐買ったり何買ったりして食べれるようにしたんでしょうね、自分なりに。その辺になんか岸本さんの原点が ありますね。コカ・コーラ飲むよりミルクステーキとか作ってましたよ、うん、はい、コカ・コーラ買うより牛乳、家に牛乳と卵あるじゃないですか、うん、砂糖入れてブーッと回して、うん、はい、すごい、なかなかじゃそういう才能がやっぱりあったんですかね、うん、美味しいもの好きだったんでしょうね、うん、他にどういうことされてなんかスポーツされたりとか。あ、野球、サッカーをやってましたね。野球はすごい好きだったんで、うん、まあ多分まともにやれば、うん、いい運動神経はしてたんじゃないかなと思いますけど。なんか甲子園出られたとかそういうのはないんですか。全くないですね。そうですね、全くないです。あのそんな強い意志が持ってないですね。どっちかというとチャラい方だったんですか。そうですね、あのチャラいっていうかいい加減、いい加減、何をやっても続かなく、なんかその野球は楽しいんだけどすごい真面目に練習してたかっていうと、何かを超えようぜとか勝ってやるぜっていうのはなかったですね。勝ちたいんだけどなんで俺たち負けんだろうみたいな、そんな少年ですね。
でも高校になって、東京じゃないどっか行かれちゃうわけですよね。はい、長野県の松本の方に、うん、高校時代は3年間。なんかあれですか、どっか事情があったんですか。うん、まあ、事情と言いますかまああれですね、うん、あの料理になろうと思ってたんですね、中学の頃に。はい、で、あの、うん、天皇の料理番の秋山徳蔵さん見ても憧れたりとか、あとは料理天国っていう、うん、ありましたね、辻調理師学校さんがやってる、あれにすごい憧れて、まあ、なんかこう自分で働いちゃった方が向いてんのかなと思ったんですよね。もう進学もやめて、もう勉強なんか別にもうしてできないしみたいな、嫌いだしみたいな、嫌いだし、それでまあ親にいろいろとこう、まあさすがに相談をするじゃないですか。じゃあおふくろがまあ高校ぐらいあんた出ときなさいっていう話になって、それもなんか、ね、願いみたいになったんで、じゃあ行くかしょうがねえみたいになってでも時すでに遅しですよ、そんなものは。そこもいい方じゃないし、まあ行けるとこもありませんよみたいな話ですよね。な時に親父がパンフレットをトトトンと持ってきて、でこの中でまあどっかいい学校行けばって言って、でそこに長野県のその松本の学校だけはパンフレットスキーが載ってたんですね。で女の子とかもいっぱいこう写ってて、スキーやりゃモテるぞって言われてあんちゃんそれでいいやみたいなってなって行ったわけです。寮ですね。寮です。はい、厳しくないんですかそういうの。あの規律とかは全然厳しくないんですが、生活はやっぱ厳しいというか、それはもうわがまま放題やりたい放題やってたのが、急に長野の山奥というかね、まあ松本はそこまで山じゃないけども本当に寒かったですし、まあ先生に監視されると言ったらおかしいですけど、常に先生がいるわけですから、料理で、その中で朝マラソン、ラジオ体操っていうのをこうやりながら、まあ、過ごしたわけですね。でも料理になりたいって気持ちはずっとお持ちだったんですか。うん、僕も思ってました、ずっと、なので、文化祭とかやっても、結構いろいろなんか味噌伝やったりとか、トウモロコシ焼いたりとか、なんかそんなことやってすごい楽しかったですよね。一から全部段取りするわけですよ、先生と相談しながら。でそんなのがあって、まあもともと先生付き合いができる方じゃなかったんですけど、なんとなく先生と仲良くなってったんでしょうね。そうするとその卒業されてから、そのどうなんですか、その先生のその進路指導というか就職指導っていうのか。もちろんその料理人として、行きたいと。はい、もう相談しましたし、またその金髪先生みたいな人で、ね、熱い方だった。しつこいんですよすごいしつこくて、まあなんかキノコ取り行こうとか、しょっちゅう誘ってくるんですよね。いい人なんですね。いい先生。あの今から思うと本当感謝です。でも当時はそれは鬱陶しいと思うじゃないですか。でもやっぱ一言一言の重みはすごいありますね。今から思うと。いやその方は、多分その方は本も書いてらっしゃる方で、そうなんですよ。その主人公は実は岸本さんだった。そう、何人か対抗あるんですけど、その中の一つに自分をまあ主人公にしたのを書いてくださって、でそれをまた酒井ムッシュが買ってくれたんですよね。ムッシュに持ってったらちょっと恥ずかしいんですけど、でロシェの先輩たちも買ってくれて、だからまあなんかそう、これからお話しいただく酒井さんもはじめそうなんですけど、こう人に恵まれておられるというか、天気天気で結構いい人が現れてきてくれてるっていうのは、そうですね、なんか岸本さんの人生ありますよね。もう本当それですよね、本当にそういう先輩方可愛がられるタイプというか、そうかもしれないですね、分かんないですけど、でその先生がやっぱりその岸本さん見てて、あこいつ面白いなと思ったのか、ダメだなと思ったのか分かんないですけど、バックアップしてくれたわけですね。もうそうですね、親身になって考えてくれたし、まあ勉強はできるとは思ってないはずですから、何かでもこいつは伸びるとこがあるんじゃないかと思ってくださったんだと思いますね。でその恩師の方のそのいろいろバックアップもあってご卒業なさって、それで就職ですか。そうです、末広というところに就職したんですよね。焼肉鉄板焼きステーキだったり、
でそあれに憧れたんです、うん、あの鉄板焼きの料理人に、うん、でなんかこう胡椒カカカカンとかって言ってこうやったりしてるの憧れて、うん、でも最初はファミリーレストランだったんですよ、うん、朝から晩まで本当に、うん、あまあこんなもんなのかと思いましたよ、うん、あのきつさで言うと、うん、そのこういう世界なんだな、これぐらいきついんだな、うん、で全部ストレートですし言われることは、うん、バカなのなんだのかんだのって、うんうん、でなんかやってるうちに、うん、でもその天皇の料理番で見た世界とはちょっと違うなというのを思ってきたんでしょうね、うん、でそこのチーフに、うん、相談をしたら、うん、そのチーフっていうのはまたあのホテルでの方で、うん、すごく親身になって相談を乗ってくれて、うん、お前そこまで、まあ、やってんだから、うん、じゃあちょっと紹介してやるっつって紹介してもらったのがまださそれが堺蒸しじゃなくて、うん、末広のフランス料理部みたいなところがあったんですよ、うん、そこに紹介してもらったんですよ、うん、で初めてフレンチに触れたわけです、うん、こんなうまいんだっていうのも確かありましたよ、感動、はい、で、うんまあ、そうやっていくうちにもなんかちょっと違うなと思ったんですよね、うん、狙うところが、うん、でムッシュにそうあの紹介していただいて、うん、堺蒸しがおしじゃあ昼ご飯ごちそうしてやるよって言って、うん、ランチを食べさせてもらったんですけど、もう今でもメニュー覚えてますよ。イカスミのテリーヌと、うん、それから、お魚が、ね、確かねあれはあれ糸よりかなんかだったんですよね、はい、それで、うん、こんなにうまいのかと思って、もう感動しましたね。ですぐに働かせてください。うん、その時酒井さんどういうお立場だったんですか。立場はもうオーナーシェフですからね、うん、オーナーシェフにいらっしゃって、はい、もう自分のそれはムッシュの一声ですよ、うん、全部で、おし分かったと、うん、お前彼女いんのかと、うん、こういうふうに最初言われる、うん、みんな言われるんですよ、うん、でええいたらいけないのかなとか思うじゃないですか、うん、もう正直に嘘つく必要もないし、うん、あおりますみたいに言うじゃないですか、はい、したらやっぱり男は、うん、あの女性にモテなきゃダメなんだと、うん、それぐらいやっぱり人間力のあるやつじゃないと、うん、うちはダメだよっていうふうに、うん、あ正直に言ってよかったと思って、うん、でもういきなり入門っていうか、そうなんです ですよ。ところがそれがですね、またあのあそうだとかっつって、お前ナス行けっつってナス高原にあったんですよ、ロシアとか。でいきなりそっちにそこそこ、もう3日後ぐらいですよ確か、うん、4日後とか、うん、分かんないですけど記憶にあるのは、うん、でいきなり行ったんですよ、うん、と思ったんですけど、うん、まあいやもう何でも来いと思ってたんで、うん、それでまあどれぐらいでしょうね、うん、あのしばらく過ごして、うん、で渋谷のオープン、新しくムッシュがオープンされるってんで、うんうん、引き戻されて、うん、でオープンスタッフとしてやったんですよ。ナスがじゃあ実際初めてじゃあ、酒井さんのもとで働く、そうですそうです、出たことと、じゃあ何人かいて、どういうことをするんですかそこでは。那須高原ですか、はいはい、那須高原は、はい、あの遊園地の中にありましたので、はい、あの那須ハイランドパークっていう、はいはい、その中にあったんですよ、はい、でロシェルだけじゃなくて、はい、イタリアントマトとかいろいろあって、はいはい、そっちに回されるんですよ、はいはい、イタリアントマト、はいはい、であれまたこっちに戻ってくるなと思って、まあ、自分はそういう運命なのかなと思いましたよ、うん、まあ、スパゲッティやって上に海苔のせたりとか、なんかピラフみたいなこんな煽ったりとかあれと思って、そこで出会った先輩、あのちょっと前に出会った先輩がなんですけど、うん、その人も一緒に那須高原に来て、うんうん、でその人に、うん、もう本当あれですよ、あの正座させられて、うんうん、説教ですよ説教、毎日、うん、おめえが甘いとか、うん、お前の態度は何なんだって、うん、で一からそのなんていうんですか、うん、人として、うん、ある姿勢みたいなのを一から叩き込まれたわけですよね。それはやっぱりあのムッシュもそうなんですけど、その先輩が叩き込んで出会えたっていうのはすごい大きかったですよね。なんかそう反発心とかなんかそういうのあんまり起きなかったんですか。その人にですか、はい、とんでもないですよ、もう力の差が歴然としてるし、うん、やっぱり自分のことを思って言ってくれてんだなっていうのがすごい分かったんで、それがなかったら多分ムッシュの元でも続かなかったかもしれないです。でもその酒井さんがそのやっぱり金の卵は一つでいいとまでおっしゃった、
のが岸本さんなわけじゃないですか。まあその時にいっぱいいろんな人が入ってましたからね、うん、その同じ、うん、でもみんな辞めてったんですよね、うん、パン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 、うん、辞めてったんですよね、うん、で自分はやっぱりなんかこう負けたくないっていうのがあったんでしょうね、うん、で楽しかったですしやってて、うんうん、ようやくだって掴めた世界だぜっていうのがありましたから、なんかイメージしてたフレンチ、そう自分のそう、うん、それがありましたから、だから辞める必要が全くなかったですし、うん、どういう方なんですか、ムッシュ坂井さん。いやもうそれは、うん、あったら分かりますけど、うん、あの全然選ぶらないですし、うん、あの本当に気さくですよ、うん、何でも相談できるタイプの方だと思いますね、うん、人間が大きい、大きいですね、うん、大きいと思いますね、うん、で、うん、結構考えてることはアバウトのようで精密ですよね、うんうんうん、まあそうでないとああいう料理は多分出せないでしょうかね、はい、うん、本当美味しかったですね、ロシアで最初出会った料理は、うんうんうん、で、なんですかね、その坂井さんの後を追っかける背中を見て、修行をなさったんだと思うんですけど、はい、どの辺に一番その感銘を受けたというか、まあ、真似したいなと思ったというか、まずやっぱりあの、うん、いろいろフェア、ブライダ、あのイベントフェアにこう連れてってもらうじゃないですか、うん、で仕込みからちゃんとやるんですよ、ムッシュは、うん、まあそれはね、うん、いろんなインタビューの時間とか何とかがあるから、うん、岸本やっとけよっていう部分もありますけど、うん、基本自分でやりますよね、うん、なんかそういうのもすごい好きだったですし、うん、あとは綺麗ですよね、お料理が本当に丁寧で、うん、本当に丁寧な部分がある性格を持ってる人ですよね、うん、でやっぱりその料理に向かい方が紳士だというか、うん、そうですねってことをおっしゃってましたね。あと、うん、人をすごい大事にしますよね、うん、すごく大事にしますね、うん、あのロシェル入って最初に叩き込まれるのが、うん、業者さんとかに対しての口の利き方、うん、挨拶ですよね、うん、やっぱりその時に、うん、何でしょう、よくレストランとかでマジでそこ置いといてみたいな、うん、そんなの一切嫌いますよね、おはようございますおはようございますって、うん、ちゃんと挨拶しないと、うん、まあ、最終的にはそれは接客であったりそういうことにつながっていくということですよね。そうです、うん、自分たちの大事な食材を運んできてくれる人に、うん、てめえごときが何名前なく、うん、口聞いてんだって話だと思いますよ、うん、それをまあ体でもって教えてくださったってことですね。常に常に言ってましたね、それは。うん、まあ、それがでも今のちょっと岸本さんにもね、そのそうですね、流れてね、脈々とあるのかもしれないですよね、はい、それで坂井さんの元離れて27歳で渡仏される、はい、フランス行かれるんですよ、はい、これもういきなりなんか自分からこういろいろとこう作戦を狙えたんですか。この時もやっぱりその那須で一緒に叩き込んでくれた先輩がいろいろ尽力してくださって、フランスにいる自分の知り合いに連絡を取ってくださって、でその人が日本に帰ってくるから、うん、じゃあそこのレストラン入れんじゃないのっていうところでいろいろ話を進めてくれたんです。ところがまだムッシュがですね、うん、先方から OK のサインも出ないのに、うんうん、お前を行かせるわけにはいかないって言われたんですよ、フランスに、うん、もう辞めるって伝えてんのに、うん、で伸びるんですよ、あの、うん、辞める時が、うん、要は先方からお前なんで OK の書類来たかって言って、うん、山で来た、うん、ダメだよなの、うん、なぜかっていうと向こう行って、うん、いざ雇うっていう時に、うん、例えばボンジューって言ってこう行くじゃないですか、うん、いやもう喋れるんだろうお前、じゃあいらないよって言われるケースだっていっぱいあるし、もともともう日本人もう一人入っちゃったからもうお前なんかいらないよ、うん、ご苦労様みたいな感じの話もいっぱいあるわけですよ、うんうん、むしろやっぱりそういう話をいっぱい聞いてるわけですから、うんうん、岸本を何のその保証もないところに行かせるわけにはいかないっていう心配から言ってくださってたんですよね。当時の自分はでも早く行きたいし、いや行きゃなんとかなるぜみたいなのがありましたから、いやほっといてくださいよ行きますから自分は勝手にみたいなっていうのはありましたよ。でも今から思うと本当にありがたいですよね。じゃあ向こうから一応ちゃんとオファー来ました、はい、すぐ今行かせてもらいました、はい、でどこ、ロアールでしたね。ロアールのプティプッシーニという人口300人の一つ星のお店だったんですけど、これは聞きましたよもう花の都大東京の渋谷で働いてたのが5年以上、ね、300人のもうあるのはパン屋さんと教会とカフェが1軒と
あとその星付きレストラン、うんね、それだけです。言葉だって最初分かんないですもんね。もう一番最初はバスで、うん、まあ、パリ着くじゃないですか、うん、パリ着いてからもうすったもんだして、うん、ようやくこのトゥールっていう大きな駅に着いて、うんうん、そっからバスで1時間半なんですけども、うん、一番最初店に着いた時に、うん、リュックサックをバスの中に忘れちゃったんですよ。その中にお金も入ってるわ、パスポートも入ってるわ、で意気揚々とバカージュだけ持って店の中入って、うん、ボンジョーかなんか言ってでもうテキスト通り覚えたジュマペールなんとかしもとみたいなことを言ってマダムに話をして、うん、あれってあれみたいな、ないどうしたのみたいなやつ、ないサックがみたいなっつってですぐマダムがバスに、うん、の会社に連絡してくださって、うんうん、そしたら次の日バスの運転が届けに来てくれたんですよ、店まで。なんか映画の一員なんですよねすいませんすいませんって言って、そっから始まったんです。そっから始まってます。でそこはどれぐらいおられたんですか。8ヶ月ぐらいいたのかな。なんか休みに入っちゃう、バカンス長いんで、うんうんうん、入っちゃう前にちょうどそれぐらいに辞めたんですね、うん、もうじゃあ最初から現場入って。そうですそうです、もちろん手伝いもちろんです。最初の 1、2週間だけシェフたちが住んでいる隣の部屋に一人で住まさせてもらったんですよ。なんだか分かんないけど移動しろ移動しろって言うんですよ、うんうん、なんだろうなと思って、うん、まあトコトコトコって言って、うん、お前の部屋は今度ここなんだって言ったら、うんうん、もうそこが地獄が口を開けてましたよ、うん、フランス人の16歳ぐらいの子たちと7、8人部屋なんですよ、うん、大部屋、寝ちゃいたずらされる、うん、もう自分たちは日曜月曜レストラン休みなんで、うん、自分の田舎に地元に帰るんですよ、うん、実家に、うん、学生ですから彼らみんな、うん、でそうなるとポテトチップ食べたまんまとか、うん、もう汚いまんま、うん、ダーンって帰っちゃうんですよ、うん、なおとじゃねーとかつって、うん、またねーつって、うん、で自分だけ残るわけですよ、うん、寮に、うん、でそれ掃除して、うん、クソガキどもーと思って次は許さんぞと思って、うん、で次からもう行こうと思ったら、うん、スタッつって絶対行かせないっつって、まずもう掃除しろっつって、うん、お前これを誰がやったんだ、これ誰やったんだって、うん、そういうなんか先生役みたいなこともうそうですよ。でマダムに相談して、うんまあ、あいつらも掃除もしないで行っちゃうんだみたいな、うん、まあそれはもう片言ですよ、うん、でマダムからビシッと言ってもらって、うん、それから掃除するようになって自分たちがちゃんと休みの日はなんか実家に過ごすようになった、うん、でもその300人の村って言ったら日本でも結構の前多分田舎のイメージですね、うん、相当田舎ですよ、うん、でも結構フランスは多いと思うんですけど、うん、やっぱりそこがすごいのは、うん、星付きレストランが1軒あれば、うん、そこにフェラーリ、うん、ポルシェなんだ週末には乗りつけるっていう凄さです、うん、そして日本からも働きたいっていう子が来るわけですよ、うん、こんな田舎なの、うん、びっくりしますよ。そこででも働きたい気持ちはあって、でも何を得るんですか。そこで岸本さん自身は何を得たんですか。得たものですか、うん、まず本物のフランスに触れたっていうことが一つあるのと、うんうん、あとはそこのシェフが市場に買い出しに行ってたんですよ、ね、もう毎日じゃないにしても2日に一遍とか、うん、それが運ばれてきてみんなでドカンとそれを掃除して、うん、もうランチまでに間に合わせるぞって言って、その新鮮な、うん、まさに味の鮮度をパーンと出してたシェフだったですね、うん、そこはすごい自分でも今でもそこを目標にしてる部分はありますね、はい、じゃあそういうものはもう直接 体験されて、で同時に今フランス語も少しずつ。そうですね、やっぱりほらそれはもうガキどもに6人、うん、8人ぐらい朝起きてから寝るまで全部フランス人ですから、うん、まあ覚えちゃいますね、すぐね。それはもう、うん、まあ自分でもやっぱりパリよりも地方で日本人がいないところっていうのはあったので、うん、それはやっぱりフランス語少しずつ覚えてきましたよね、うん、でそのロワールの店から今度はパリに戻って、一回パリに出ようと思ってでまたどっか行くんですよね。はい、パリの一つ星の店に、うん、まあちょっと働き口が紹介していただいて、でそこは、うん、なんかこう東京と働いてるのとそんな変わりなかったんですよね、うんうん、例えば田舎行くと羊とか一頭とかで来るんですよ、子羊とか、うんうんうん、でもパリの店は東京と一緒で、うん、こうポーションっていうんですか、うん、こうフィレだったらフィレみたいな、うんうんうん、ももだったらももみたいなので来てたんですよね、うん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 、なんかちょっと違うなと思ったんですよね。でそこを経験されて
次はブルゴーニュでした。そうなんです。この一つ星、うん、パリも、うん、まあ、辞めるって言ってから、うん、結構時間が経ったんですけど、うん、結局辞めるな辞めるなってわけですよ、うん、それはもう真面目で、うん、給料も小遣いレベルですから、うん、本当に当時3万円ぐらいでした、うん、1ヶ月、うん、で屋根裏部屋に住んで、うん、で腹減ってますから常に、うん、休みの日はパンと、うん、それからビールで、うん、炭酸でお腹を膨らまして、うん、膨らんだ瞬間に寝ちゃうんです、うん、でも時折計画的に星付きレストランをガーッと何十万もかけて回るわけですよ、うんうん、でそこでまあ自分のこうそう鍛えるわけですよね、感覚から全て、うん、あとは離れもあるし、うん、やっぱり全部、うん、オーダーするとこからフランス語ですからね、うんうん、そういうやっぱり彼らのフランス人の文化みたいな、うん、そのセレブ感みたいなのを味わえるし、うんうん、でそこで、一つ星の店をやめようやめようと思ってたんですけども、うん、まあやめるなやめるなと、うん、でじゃあ、うん、給料上げてくれと、うん、だから今パリはもうすごい高いんで、うん、家賃だと、うん、シェフも分かりますよね、うん、とでこの何万円じゃあ上げてくださいって言って、あともう一個、うん、どうしても三つ星に行きたいんだと、うん、で三つ星を紹介してくださいと、うん、言って紹介してもらったんです、うん、それから3ヶ月そこでまた延長して働いて、あでもそういうのは結構紹介してくれたりするもんですね。します、します、うん、でおかげさまで三つ星がブルゴーニュのベズレというところなんですけど、うん、そこでは家賃も全部ムッシュが払ってくれたんですよね、うん、紹介があったからだと思います。でそこでまた何ヶ月か、そうです、そうです、またその次のバカンスまで働いて、ね、はい、で、日本に戻ってこられると、はい、で日本に戻ってこられて、まあ、もうですから一通り、まあ、ブルゴーニュもロワールもパリも経験されてるわけなので、うん、まあ、3つのエリアで、そうですね、ベンチを学ぶ、もう全然フランス料理、フランス料理もっと奥深いですからね、本当に一部分なんですけど、まあまあでもそれにしても3カ所でね、まあ、覗いて、そうですね、で戻りになると。で戻りになるときは何かお考えあったんですか、こうもう自分なりのフレンチやろうとか。最初は、うん、時差のないフランス料理みたいな時代だったんで、うん、とにかくそのこれが本物のフランス料理なんだぜ、うん、みたいなところをこだわってやってたんですよね、うんうんうん、オストラリという店で、うんうん、あのお店入られてね、はい、うん、まあチームもそういう雰囲気だったし、うんうんうん、絶対に俺たちが、うん、今のフランス料理を伝えるんだみたいなところで、一気にやっぱりオーストラルも人気店にガーッと行ったんですよね。で連日連夜本当に予約がもう満員で、ありがたいことにいただいてて、あれオーストラルは銀座で立ち上げから参加なさって、それでスーシェフでシェフになられたっていうところですよね。で同時にその戻りになった頃に、それこそそのムッシュ酒井さんとか道場さんとか、はい、一緒にこう日本中回ったりとか。そうです、そうです、そうです、あの、うん、オーストラルやる前に、まあ、ムッシュのところに成田から挨拶行ったら、お前仕事ねえんだろって言われてそういう感じだったんですか、そりゃ今帰ってきたばっかりですからみたいな俺ちょっと忙しいから手伝いって言われて、それがちょうど鉄人が始まって、自分が始まってすぐフランス行きましたから、2年後に帰ってきた時に、2年後にブームったらすごかったですよ、うん、鉄人ブーム、うん、ものすごい人気ですよ、うん、であの羽田行ったりとかするじゃないですか、うん、飛行機 で写真撮ってください、撮ってくださいって言って、で自分がカメラ持って、あ分かりました、うん、で最初の頃はそんなに人気あるって分かんなかったですから、うん、なんだなんだと思って、うん、自分も一緒にこうやって並んでたんですよ、うん、じゃああなたが撮るのよって言われてあ俺が撮るんだと思って、そんな感じでしたよ、まあ、で道場ムッシュと、ね、チンさんと、あチンさんもらった、はい、でお弟子さんたちそれぞれついて、大御所さん、いやもう、ね、岡山から広島あっちこっち、もう今日は例えば、青森でやったら次京都とか、うん、そんなんですよ。だからまあやっぱり人に恵まれてらっしゃるんで結構ラッキーですね、そういう方々も、ね、まあそうですね、一緒に回れてね、新幹線の中でいろいろお話しさせていただいたりとかっていうのがありました。一番ほかったのは、うん、3人揃ったサインもらってくれって言われることでした言えないですよ、うん、
道場さんとかにすみませんお願いします言えないじゃないですか。そうか、でもそれもちょっとやんなきゃいけないかもしれない、ね、一応そう、ね、先輩とかに言われたらやってました。それもたちの悪い高校の先輩に3人揃ったのもらえって連絡が入ってつって頼みましたよ。でもまあ地方をそれで回られて、まあ、その時ですかね、そうするとそのいろんな地方の日本の食材の面白さみたいなものを気づかれたり、ね、本当にいいシェフたち、うん、地方 の、ね、うん、あのグランシェフたちにお会いして、うん、本来であれば自分なんかも口も聞けないような方たちですけど、うん、やっぱりむしろ付き人っていうことで同じ食事を食べさせてもらって、うん、で素材の話になりますから当然、うんうんうん、ああなるほどなるほど、うん、って言って後で自分で連絡して、うん、あの時実はみたいな、うん、おおみたいな、うん、ですよね。でまあそういうコネクションができてくると、それでオーストラルはシェフをなさって、はい、でそれからランベリー、それからランベリーを、まあ、オープン立ち上げ至ったわけですね。ですよね、はい、それがもう9年10年前です。2006年ですから今何9年前、ね、あもうそんなになりますか、ね、うん、でその時にそうですよね、やっぱりその、まあ、ムッシュ酒井さんもおっしゃってましたけど、フランス料理の伝統を日本の食材でしっかり表現すると、はい、いうことを、はい、まあ、表に出しておられたわけなんですけど、そうですね、まあ、フランス料理って多分その10年前と今と比べてかなり違ってきていると思うんですよ。かなり違いますね。で今後またその先10年っていうのはまたかなり違って実は来るだろうなと思ってはいるんですけど、長男自身のお考えとしてフランス料理っていうのは 次のトレンドといいますか、どういうふうにこうなっていくんでしょうか。どうでしょうね、一つ言えるのは、もうインターネットで世界がつながってるじゃないですか、いろんな情報が入ってきますから、例えばじゃあどこからどこがイタリアンの表現なの、どこがどこフランス料理の表現なの、っていうのがもうないですよね。もう個人の表現の自由っていうかセンスというか、なんかそんな時代に今来てると思うんですね。これがより見つめられるじゃないですか。例えばフランス料理を食べに行こうっていうよりも誰々の料理を食べに行こうみたいな個人時代が絶対に来るというか、もう来てますよねすでに。そして若い人たちがそういった素晴らしいシェフたちの下で働いて、しかも濃く働いて日本に今帰ってくる、その人たちが活躍してきますよね当然ながら。で自分たちにはやっぱり真似のできない仕事と表現をしてくると思いますよね、確実にしますよね。それはだからフランス料理とかイタリア料理とかスペイン料理とか、なんかそういうこのエリアのカテゴリーみたいなもので分けられない、なくなってきてるんじゃないですか。むしろ個人の料理、うん、岸本さんの料理だったり誰々さんの料理だったりっていうものに客がつくというか、そうなると思います。それがもしかしたらフランス料理としてのそのエスコフィエという流れがある、そこからはみ出てる料理だとしても、フランス料理という看板を掲げてて、お客さんはそんな違和感を感じずに召し上がっていただけるんじゃないかなと思いますよね。だってフランス料理ってじゃあ何バターを使ってドローンとソース塗ったらフランス料理なのっていうと、別に決してそんなことはな、決まり事はないわけですよね。そういうのが食べ手のお客様にもより、浸透していくんじゃないかなと思いますよね。若い料理人を目指す方が、結構聞いてくださってる番組ではあるんですけれども、料理人を目指す方々に対してですね、ちょっと岸本さんなりにメッセージを一つ頂戴できますでしょうか。まあまあ料理人を目指す方本当に大変だと思います、大変だと思うけども、やっぱり石の上にも3年、やっぱり何かをこう自分のものにしようと思ったら、いろんなことを犠牲にしなきゃ絶対にならないし、そこには努力しかないと思うし、問題は言い訳なんかやっぱどうだっていい話だと思うんですよね。もうできるかできないか、
最高な自分がパフォーマンスできるかできないかだけだと思いますよね、うんうん、なのでまあ厳しい世界、まあ、どんな世界でも厳しいですけどね、うん、厳しい世界と腹をくくって、うんうん、本当にその生産者の方が一生懸命育った素材とかで、うんうん、なんか本物の人が喜ぶようなお料理を作る料理人になっていただきたいですね、うんうん、まあ、自分もまだまだ本当にそこを目指していますね、うんうん、ありました、はい、いいお話をたくさんあの聞かせいただいたんですけれども、お時間となりました。今回で岸本さんの出演がラストになります。本当にありがとうございました。ありがとうございました。次週からはまた新たなゲストをお迎えしたいと思います。またお会いできることを楽しみにしております。ひとさらニュース。ここまでは岸本さんをお迎えしてお送りいたしました。岸本さんの行動力と言葉では言い表せない料理に対する真摯な努力がランベリーの原点だったんですね。本当ですよね。岸本さんのあの人柄がお店の一皿に現れるので、お客さんがファンになっているのかもしれないですね、うん、そうですね、うん、私も青山のお店は行ったんですけども。あ、そうですね、行ってましたね、はい、ぜひ京都のお店も行ってみたいな、行ってみたいなと私も思いました。次週からは新たなゲストをお迎えいたします。どんなゲストの方なのでしょうか。次回もお楽しみに。それではここからは食に関するホットな話題をご紹介する一皿ニュースをお送りします。はい、それでは今回のニュースです。初夏のバーベキューはいつもと違う料理を上級編。上級編いいですね。上級編ですよ、はい、松田さんの大好きなお肉がやってきました。前回はまあ初級編ということで、お肉とお肉の間のまあ休憩というような意味合いも込めて、カブを丸ごと焼くだけでとっても美味しい一皿になるカブのローストを紹介しましたが、はい、上級編ということで今回はお肉料理を紹介したいと思います。はい、はい、でこのお肉料理は昨年私たちがバーベキューの時にあの食べた子牛のバルサミコソース煮込みです。覚えてますか。覚えてます。すっごい美味しかったですね。すっごい美味しかったですよね。あれですね、あれです。網の上でですね、厚切りの子牛のお肉をまず焼いてください、うん、と焼いてるお肉の隣に小さいお鍋のような小鍋にですね、バターとバルサミコ酢を適量入れて、あの網の上で熱しながら混ぜます。でお肉が焼けたらハサミで一口サイズに小さくカットをして、小鍋の中に入れて数分煮込めば完成です。とっても香ばしくて美味しかったですよね。美味しかったですね。お肉も柔らかくて、うん、まあ、私はワインが飲めないんですけど、そうですね、ワインに合うっていうの で、ね、ワイン好きの方はいっぱい食べながら飲んでましたね、うんうん、小西編集長の生まれた年のヴィンテージワインを飲みながらみんな食べてましたよね。懐かしいですね。懐かしいですね。バーベキューでただ焼くだけではなくて、うん、一工夫した料理があるとやっぱり飽きずに食べられていいですね、うん、そうですよね。なんかこういうおしゃれなことをしてくれる男子がいるとすごい女子としてはテンション上がりますよね。うん、間違いなしです。間違いないです。今年は皆さんいつもとは一味違ったバーベキューを楽しんでくださいね。そろそろお別れのお時間になりました。これからも食のネクストトレンドを発信していきますので、皆さんまた聞いてくださいね。それではまた次回をお楽しみに。